おおははよよううございますおはよう山くん、えー、今日もね、隠居、エ児ジット・育児,と育児をちょっとお届けしようと思うんですけども、まあ、私はですね、24時間こうやって子育てしてますんで、まあ、奥さんと一緒にいますんで、昨日もねショッピングセンターに、えー、3人と、あとね私の母と4人で出かけて行って、買い物したりね、お食事をしたり、3時間ほど過ごしたんですけども、非常にね、楽しく過ごさせてもらいました。まあ、でもね、通常はなかなかそうはいかないと思うんですよ。その中で うん、想像できる問題の一つにあの、まあ、嫁姑問題ってあると思うんですよねでお嫁さんが旦那さんのお母さんと折り合いがつかないとか何かね育児に対して意見の対立があるとかって様々あると思うんですよねよいしょでそこでですね私なりの解決策をちょっとお話ししようと思うんですよ実は私の YouTube の視聴者さんの中で久保さんのところはどういうふうにしてますかっていうふうなご質問があったんですけども私のところはそういうのがないんで私はいつもいますんでね まあ、ないんですけどもただ想像するにねこういうことかと思うんですよ、うん、とお嫁さんとあと赤ちゃんとねでお姑さんがなんかね問題が起きたり対立したりとかあ違和感が生じることって当然あると思うんですよその時にねやっぱこうお嫁さんとか旦那さんでもいいんですけどお嫁さんがねあのお姑さんにあの「お母さんは私みたいな時子育てしていてお姑さんと、うん、なんか折り合いがつかなくなったり揉めたりしたことなかったんですか?」って聞くんですよね まあそうすることになってですね結構ね解決が早いんじゃないかなとうんそうするとやっぱりお姑さんも自分がお嫁さんだった時とかね子育てしてる時にお姑さんと揉めてめんどくさかったかなとか自分はこうならないぞみたいなことに思い出すと思うんですよでこういう問題が起きたらこのように解決したいのよっていうふうに教えてもらえばじゃあお嫁さんはお姑さんと同じようなケースの時にあじゃあお母さんに教わったとおて通りにこういうふうに 解決しようっていうふうにやれば、まあ、お姑さんは文句言えなくなっちゃうんでねどんどん解決が進むんじゃないかなと思います、まあでもその前にねお姑さんがやっぱり自分の立場をお嫁さんんににに置き換ええてて本当に考えてくれるるよよううなると思うんですよね、うん、やっぱりねお姑さんっていうのは30年前とか40年前に子育てやってるその感覚をそのままね思い出して、まあ、古いやり方とかその頃っていうのは医療体制も整ってなかったりね いろんな勘違いがあったり迷信があったりそれから育児機材も整ってない中でいろんな工夫したと思うんですよでそういう中でやるのと今みたいにいろいろ整っていて情報の流通があってケースバイケースですよってことがさまざまある中での育児ってやっぱ当然変わってきますんであのそこに温度差があるわけですよね、まあ、ですんであのどっちが正しいどっちがいいということではなくてやっぱり、えー、お姑さんにね、うん、お母さんが主人公なんだよっていうふうに言わせるとか思わせるってところが必要だと思うんですよ そのためにあの赤ちゃんはねお姑さんのものではなくてやっぱりお母さんママとね、えー、パパのもの,ものっていうかね子供でありお姑さんは頼まれたことを手伝うっていう風なね立場なんだよってことをやっぱりねいやらしくなく伝えていくことができるんじゃないかなと思うんですよそのためにも「ねえねえお母さんと」と、うん「お母さんは私みたいな立場で子育てしてる時にお姑さんとなんか揉め事とか意見の食い違いとかなかったんです?」「もちろんあったわよ」って。 でいろんなことがあるからねっていうふうに教わった後にどんなことがあってどういうふうに解決したんですかっていうのをずーっと教わればいいんですよそうするとだんだん問題は自然になくなっていくと私は思うんですけどもいかがでしょうかねえマトくんはいじゃあですね大和くんがこのなんかお前変な顔してるなうかっこいい顔にならないのかこの野郎この野郎みたいな感じでね今日も朝の放送をお届けします「イグジットイグジでございましたいってらっしゃい